いや、ということで、どうも、アイジューでございます。本日なんですけども、日本 VS クロアチア敗退ということで、これまでめちゃくちゃ楽しませてくれた日本代表をリスペクトしてる前提で、今日も話をしていくんだけども、日本対クロアチア、勝てなくなかった試合だからさ、マジで悔しいよね。ドイツに勝って、スペインに勝って、クロアチアに負けるっていうのは、なんかどうしても悔しいというか、いや、マジで悔しいよね。ぶっちゃけさ、このタイミングでベスト8行けなくていつ行くんだよ、みたいな。いや、なんか負けた瞬間そう思っちゃったっていうか、いや、マジで悔しくてね。まあ、ちょっとこの辺に俺が多分配信で負けてた時の記録とか出してるから、俺がどれだけ悔しかったかってのは分かると思うんだけど、本当に悔しかったというか、マジで惜しかったと思う。てか多分これまでのワールドカップで一番惜しかったんじゃない？ベスト8に行く可能性があったのは、また間違いないしさ。いや、もう本当、まあこれまでの経緯もさ、まあ結構いつもとは違ったわけじゃん。このグループ E にさ、くじ引きが決まった時、もうスペイン、ドイツ、コスタリカってなった時はさ、もう絶望というか、まあほぼほぼなんて言うんだろう、まあ自分がお金をかけるんであれば、まあ日本対スペインどっちが勝つって言ったらさ、まあ俺ラリーがよく見てるしスペインだと思うじゃん。で、日本対ドイツどっち勝つって言ったらさ、もう俺バルセロナファンだからさ、バイエルンにめちゃくちゃトラウマあるし、あんなバルセロナがさ、あんだけボコボコにされたバイエルンとほとんどメンバー変わらないドイツ代表にさ、日本代表が勝てるわけないって思うのが、まあ割と普通だと思うし、まあ俺はマジでそう思ってたから、あー終わったみたいな。でコスタリカは正直わかんないけど、ナバスめちゃくちゃパキパキだからさ、ナバスから得点俺たち取れんのかよみたいな感じだったじゃん。なのに蓋を開けてみるとさ、初戦のドイツまさかの逆転勝利かますわ。まあコスタリカにはね結局負けちゃったけど、まあスペイン代表もブトワーっつって、堂安のゴラッソから始まり、ニトマールと青田中の川崎コンビが決めてさ、2点目 ?VAR のさ、その 0.1 ミリそれぐらいのなんか奇跡の連続でさ、ドイツにもスペインにも勝つことができたわけじゃん。だからなんて言うんだろう、ほとんど負ける可能性がめちゃくちゃ高かった試合で勝ってきたわけだからさ、結果として前回ベルギーにあの、魔の15秒、ルカクのスルーパス、デブライネの神パスみたいなんで負けた前回のワールドカップと同じような結果、ベスト16で終わってしまったっていうのは、マジで悔しいよね。スペインとドイツ倒してのに同じ結果なんだぜ。内容は全然違うんだけどさ。しかもクロアチア戦勝てなかったかっていうか、まあ絶望的な差があったかっていうとそういうわけでもなかったし、本当悔しいとしか言いようがないよね。まあもちろん戦ってた選手たちが一番悔しいとは思うんだけど、日本でクロアチアのことをさ、まあ一応振り返っていくと、クロアチアの攻撃、ふとした時のさ、その相手の攻撃陣の裏抜けみたいなのはめっちゃ怖かったし、あれみたいな、おいおいやめてくれよみたいなのはあったけど、ドイツとスペインと比べちゃうとさ、スペインのボール回しってもうえげつなかったじゃない？もう本当怖かった。大然がさ、ブスケスを抑えてたとはいえ、なんか怖かったじゃん。で、ドイツ代表はさ、ムシアラくんとかいう神童がさ、もうボール持ったらあいつガンガンドリブルで入ってきてさ、日本代表の選手たちどんどん抜いてってさ、もうシュートまで行くやん。なんか、そういう怖さがあったかっていうとさ、そのクロアチアの裏抜けとかって、そうでもなかったじゃん。いや、もちろんペリシッチのヘディングで決めた同点弾みたいなやつはめちゃくちゃ上手かったとは思うんだけど、その、言いたいことは多分わかると思うんだよ。で、クロアチアの守備、もちろんね、グバグバくん中心にさ、めちゃくちゃいい守備ではあっただけども、めちゃくちゃ前線からプレス来て日本何もさせてもらえないみたいな展開でもなければ、クロアチアのサイドバックってさ、正直あんまり強くなかったし、ぶっちゃけドイツ代表のズーレ先輩ばりに穴だったような気がするんだよね。だからなんて言うんだろう、これまで勝った敵と比べるとあんまり大したことなかったから、マジで個人的には悔しかったね。これまで超えれなかったベスト8の壁がさ、やっと超えれそうな感じがしたから、これまで奇跡をめちゃくちゃ起こしてきてくれてたから、今回の代表に正直全然期待してなかったのドイツ代表で奇跡起こしちゃったもんだからさ、すげえ期待してたんだよな。なんだかんだ俺クロアチアに勝つと思ってたし、ブラジルに負けてさ、ボコボコにされてさ終わるんだったら、なんか気持ちも違うっていうか、なんかブラジルとかさ、フランスとか超強豪校にボコボコにされて終わったらさ、なんかベスト8には来れたけど、まだもう一つ上の段階に行くためにはもっといろいろ必要だよなみたいな展開で終わったらさ、また次のワールドカップもうわいよって感じになるけど、勝てたような試合を落としてさ、こういう感じになるのはまあまあいいんだけどさ、ちょっとまた泣きそうになってきちゃったからさ。まあ、結果だけ見ると、なんか前回と同じで悲しいっていうか、悲しいよねっていう、泣きそうになっちゃうよね。なんか、そういう感じになっちゃってました。僕の気持ちとしてはね。まあ、でも、選手がみんな悪かったかっていうと、そういうわけじゃないし、この4試合、本当に選手たちはめちゃくちゃ良かったし、楽しませてくれたから、まあ、せっかくだからね、選手たちの話していこうかなと、今回は思います。まあ、もちろん試合の流れみたいなのもね、選手の話するついでになんか、また振り返ったりするとは思うんだけども、まあ、その辺も一緒に楽しんでくれたらなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。
まずは後半からね、いつも途中出場って試合の流れを変えてくれてた三笘からいきたいと思います。三笘、今回のクロアチア戦もいつも通り途中交代してね、バチバチにかましてくれてたよね。特に延長前半のさ、ドリブルでのカットインからのシュート最高だったというか、まああれ決めてくれたらなとか思うけど、まあでもあれ決めれたらもうなんかブライトンに収まる器じゃないというか、もうほんとえげつないよね。もちろんね、この間のスペイン戦も青田中へのアシスト素晴らしかったし、ドイツ戦でもね、バチバチにぶち抜いて攻撃の起点になってくれてたから、今回の日本代表の、まあ、前線の選手たちの中でめちゃくちゃ存在感あったし、攻撃でめちゃくちゃできるだけでなく、左ウィングバックとしてね、守備もバチバチにできたので、本当にこのワールドカップで世界中に流し入れたというか、まあ素晴らしいプレイヤーの一人になったんじゃないかなと思います。これまでね、スペイン戦ドイツ戦とかまし続けたからこそ、今回のクロアチア戦ではね、かなり警戒されてて、ミドマールがボール持った瞬間ね、大体2人ぐらいはマークについていってましたし、ミドマールがね、攻撃で一番チャンスを作れる選手なんですけども、ポジションがね、守備もしなきゃいけないウィングバックでしたので、攻撃の時間がね、結構少なかったよね。だから個人的にはね、試合終盤森保さんにはミドマールを一つ上の位置に上げるために、バックの方の伊藤選手を左ウィングバックに入れるか、相馬くんとかをね、左ウィングバックに入れて、ミドマールを一列上で使って攻撃に専念させた方が、まあだいぶクロアチアの選手たちからはね、警戒されてたんだけども、良かったんじゃないかなと今でも思ってしまいます。個人的に森保さんにはね、ドイツ戦とかスペイン戦とかはさ、賭けに出る戦術で勝ち切ってきたわけだから、最後までバチバチに攻めた戦術でこのワールドカップはやって欲しかったなと思ってしまいます。なんか最後の最後で諦めてたわけじゃないんだろうけど、お気に入ったような感じがしてもったいないっていうか、最後までね、森保さんにはバチバチに攻めた戦術でやって欲しかったなと思ってしまいます。まあ相馬くん左ウィングバックの三笘ある左ウィングってなんかもうファイヤーすぎるっちゃファイヤーすぎるんだけどね。そしてもう一つタラレバを言うとするならば、久保くんがいたらなって話っすよね。三笘あるが左で完璧に対策されてた時に、右でねめちゃくちゃできる選手がいたら、もっとどうにかなったんじゃないかなと思ってしまいます。酒井選手はね、かなり右ウィングバックで空いてましたし、フィジカル強すぎて全部ファウルになるっていう異常事態というか、なんかあれはあれでなんかさ、まあ、今回の審判ちょっとなんかクロアチア寄りだったとか、なんかまあちょっと審判についてとかいろいろ言いたくないんだけど、ちょっと酒井選手ね、いい感じにというか、酒井選手に結構チャンスがあったんで、そこの酒井選手のところ、久保くんだったらもっと良かったのになっていうか、もっとチャンスがあったのになとか思ってしまいました。まあこれはね、多分久保くん本人が一番思ってることだし、堂安がいなくなった後ね、久保くんが出て、前回はね、久保くんが出てて交代で入ってきた堂安がかましたから、多分久保くんもストレス溜まってたと思うんだよね。だから本当久保くんが一番悔しいっていうのは分かってるっちゃ分かってるんだけど、久保くんがいればなと思ってしまいました。結果的に体調不良で自分が出場しないまま終わってしまったっていうのは本当不本意だと思いますので、めちゃくちゃ久保くん若い選手ですし、次のワールドカップで主力選手となってバチバチに活躍してくれることを心から期待しております。そして久保くんがいればとか言っちゃいましたけども、 IJ も最高だったよね。試合が終わる最後まで守備でも攻撃でも走り続けてくれて、個人的にはマジで感動しましたし、 IJ 心臓何個あるんだよって、なんか本当素晴らしいなと思いました。走り回るだけでなく、シャドウに行く前はね、サイド右サイドから何回も相手選手をちぎってね、攻撃の起点になってくれてましたし、チャンスを生んでくれておりました。本当に甚大の先輩として尊敬しかないですし、もう本当に IJ は最高だったと思います。本当に甚大の数少ない誇りの一つだよね。そして前田大然、大然もえげつなかったよね。点決めるだけじゃなく、 IJ と同様めちゃくちゃ走りまくってくれてて、出場時間はね64分だったんですけども、スプリント数はなんと68回ということで、1分に1回以上はスプリントしてるっていう化け物っぷりよ。まあそのスプリント数みたいな、守備への貢献みたいなのは、今回のクロアチア戦だけでなく、スペイン戦ではね、ブスケスを抑える役割をめちゃくちゃ果たしてくれてたと思いますし、まあそのスプリントでの活躍以外にも、今回のクロアチア戦では得点も決めてくれておりました。インタビューでのね、声の高さはちょっとびっくりしましたけど、もう結果的に得点もしつつ、こんだけねフィールドを駆け回ってくれたのは大然しかいないし、こんなことできる選手ってね、マジで世界中さどこ探しても大然しかいないと思うんだよね。だから本当に大然には感謝しかないですし、大然は大然で世界中に自分の存在証明というか、アイデンティティみたいなのを知らしめることができたんじゃないかなと思います。マジであとポストプレーさえできたらね、もう本当完璧というか、えげつない選手になると思いますので、マジで4年後のワールドカップにはね、ポストプレーを覚えて、走れて収めれて得点もできるっていうコンプリートストライカーになって帰ってきてくれたら嬉しいなと思います。セルティックで結果出し続けて、ラリーガでもプレミアでも中堅クラブでいいから、なんか移籍してさ、めちゃくちゃに活躍しまくって、世界中にね名を轟かせてほしいよね。そしてスペイン戦ドイツ戦と得点を決めて日本を勝たせてくれた堂安、今回は不発だったけども、クロアチア戦ではしっかりねボールを収めて仲間に
攻撃を繋いでくれてたし、得点はしてないけれどもバッチリ活躍はできてたんじゃないかなと思います。最後まで出れず PK 戦で負けてしまってね、ドーアンはめっちゃ悔しかったと思うし、ドーアンは自分が PK 決めてればとか思うタイプの選手だからさ、本当に悔しかったとは思うんだけど、今回のワールドカップで日本代表の選手リトマルもエグかったけども、結果的にね日本代表を得点という形で助けてたのはドーアンだったと思うから、マジで次のワールドカップでは主力になってると思うし、ノイアーといいね、ウナイシモンといい、世界トップレベルのキーパーから得点を奪ったわけだからさ、プレミアリーグでもラリーガでもさ、来たら活躍できるポテンシャルってめちゃくちゃあると思うのって、まあワールドカップの時のような活躍をクラブでも続けてビッグクラブに移籍してってくれたらいいなと思っております。ぶっちゃけラリーガでもプレミアでもなく、バイエルンとか、まあバイエルンは分かんないけど、まあバイエルンとかドルトムントとかね、ドイツ国内のなんかビッグクラブに移籍してくれてもいいわけだからね、ほんとそういう活躍をマジで楽しみにしてるし、このワールドカップでかなり好きになった選手の一人です。本当に堂安頑張ってくるよな。そして南野選手と鎌田選手、南野選手はドイツ戦、鎌田選手はクロアチア戦活躍してくれてはいましたけども、主力選手としてバチバチに活躍し続けたかっていうと、まあそうでもなかったのが現実だったと思います。彼ら二人はね、どっちかっていうと中心にならなきゃいけない年齢ですし、中心にならなきゃいけない選手だったと思います。特に南野選手はね、スポンサー枠だとかなんとか言われてね、めちゃくちゃ悔しかったと思いますし、絶対活躍してやろうと思って多分今回のワールドカップ臨んでたと思います。だからこそまあドイツ戦は活躍したものの、なんかそれ以降はあまり活躍することができず、結果的にクロアチア戦の PK 一番最初に蹴って外してしまったっていうのは結構ショックだったと思います。だからこそまあまた次のワールドカップに選ばれるかどうかっていうのは分かんないですけども、モナコに帰ってね、かつてザルツブルク時代リバプール相手にえげつない活躍を見せてくれた南野選手ですから、あのような衝撃的な活躍をね、まあ、パリサンジェルマン相手にやるのもいいですし、あと4年間の間でね、モナコだったらチャンピオンズリーグ出れると思うんですよ。だからそのチャンピオンズリーグに出た際にまたああいう活躍をしてね、ビッグクラブに行くでもいいですし、モナコでね絶対的な地位を得るでもいいですし、めちゃくちゃ活躍をしてスポンサー枠じゃなくて実力で選ばれた10番だぞっていう感じで日本代表に帰ってきて、日本代表でバチバチに活躍してほしいなと思いました。本当に南野選手これで終わる選手だとマジで思ってないんで、もうマジで期待しかしてないです。そして中盤の選手いきますと、遠藤選手エグかったっすよね。ブンデスのデュエルキングに2シーズン連続でなっている理由がわかる活躍を日本代表でめちゃくちゃ見せてくれておりました。マジで最後まで相手を止めまくって、遠藤選手は日本代表の守備をめちゃくちゃ安定させてくれてたと思います。遠藤選手の存在はね本当にありがたかったですし、感謝しかないっすよね。そして森田選手もめちゃくちゃいい感じで、特にボール回しの面で遠藤選手と共にボール回しの中心として2人はめちゃくちゃ活躍してくれてたと思います。守備にも森田選手ね、遠藤選手に負けないぐらい活躍できたと思いますので、この2人の中盤の存在っていうのは日本代表にとって素晴らしかったと思いますし、最高だったと思います。今回のクロアチア戦はね出てないですけども、スペイン戦得点を決めてくれた青田中も最高だったんじゃないかなと思います。あの得点以外にもね、割と青田中は頑張ってたような印象も残ってます。青田中はねインタビューにて、次のワールドカップでは化け物になって帰ってきて、次はワールドカップを優勝したいと言っておりました。なので青田中にはねマジで森田選手や遠藤選手を超えるような化け物になって帰ってきてほしいですし、化け物になるためにはねドイツ2部でくすぶってる場合じゃないと思いますので、まずはドイツ2部から一部のクラブに移籍するのでもいいですし、まあセリアのクラブだったり、また別のリーグの一部のクラブで活躍できるような活躍をクラブに戻ってもやり続けて、そのようなクラブに移籍して化け物になって日本代表に帰ってきてくれたらなと思います。さあ次は守備陣の選手いきますと、冨安選手と谷口選手めちゃくちゃえげつなかったっすよね。特に冨安はめちゃくちゃ味方のミスをカバーしてたと思いますし、要所要所で相手の攻撃を止めきってて、マジで日本代表を助けてくれてたと思います。本当にすごかったっす。なんかプレミア首位のチームでやってるだけあるなって本当に思いましたよね。キック精度もびっくりするぐらい良かったですし、冨安選手怪我がちなところがねちょっとマイナスポイントではあるんですけども、そこ以外は本当にマイナスポイントがなく最高だったと思います。なのでね、ちょっと怪我がちなところ直せるか直せないかっていうと絶妙な線なんですけども、まあそこを克服して、まあ次のワールドカップにはね全試合出場できるよう怪我がちなところを直してほしいなと思いました。そして谷口さんには正直驚かされっぱなしと言いますか、あんないいディフェンダーが J リーグにいるんだなって、いやなんかもう本当に驚かされましたよね。なんか泉理香の彼氏さん、イケメンなディフェンダーみたいな、そういう印象しかなかったんですけど、冨安と遜色ないぐらい守備面でかなり活躍してくれておりましたし、特に前から潰しに行く守備なんてねめっちゃ完璧だったと思うんすよね。俺マジでびっくりしたっていうか、なんで J リーグにいんのみたいな感じで、いやなんか本当谷口さんの守備めっちゃうまかったっすよね。他にも足元の技術めっちゃ高いし、ビルドアップでほとんどミスなかったっすよね。いやなんか俺の中ではなんかもう完璧すぎて、なんかイケメンだからなんかイケメンっていうところになんかめっちゃ注目されるし、泉理香さんと付き合ってるって報道されるから、なんかそっちになんか結構谷口選手行きがちな気がするんですけど、下手したらなんかねプレーの方でもっと
注目されていい選手なんじゃないかなって俺は思いました。本当に最高でしたね。僕はね、普段欧州サッカー、特にラリーガとか、あのユナイテッドのプレミアリーグとかしか見ないんで、 J リーグ見てる方はね、結構いや当たり前だよ IG って思ってる方多いと思うんですけど、本当に欧州しか見なかった僕には衝撃的だったし、本当に谷口選手は最高なディフェンダーだったと思います。どうやらね、川崎からカタールのクラブに移籍するみたいなんでね、まあ年齢を考えてもなんかこっから欧州ってのは難しいとは思うんですけども、ちょっと欧州で見たかった選手だなと思ってしまいました。本当谷口選手最高でしたね。なんか川崎が結局エグいんじゃないかみたいなことを思いましたね、このワールドカップで。だって三笘薫もそうでしょ、青田中もそうでしょ、森田先生もそうでしょ、谷口選手もそうなわけでしょ、あれみたいな川崎ってすげえんだなマジで。なんかもっとね、川崎の選手たち、まあ、山根選手はあんまり活躍することができませんでしたけども、川崎の選手たち、なんか川崎ってなんかあるんだろうなマジで。ちょっと本当に J リーグ詳しくないんであんまり大それたことは言えないんですけど、川崎勢のえげつなさっていうのを本当このワールドカップで感じさせていただきました。 J リーグすごいっす。ちょっと舐めてました、すいません。そして守護神権田選手ですね。権田選手、本当ドイツ戦の最初のね、日大タックルした時は本当お前何やってんだよみたいな感じで思っちゃいましたし、コスタリカ戦かな、両手でなんで行ったんみたいなことはありましたけど、なんかその2つ以外のミスはほとんどなく、むしろビッグセーブでね、日本代表かなり助けてくれてたと思います。クロアチア戦でもね、モドリッチのあの理不尽アウトサイドシュートをがっつり止めてたのはえげつなかったと思いますし、あのシュート止めたことなんてね、一生多分孫とか子供とかにも全然語り継げるような伝説だったと思います。いや来シーズンからね J2 なのが本当にもったいない気はしますが、まあ、33歳とね結構高齢な選手ですので、まあ逆にねエスパルスに残って、まあエスパルスをね J1 に引き上げてまたチームの伝説になっていくみたいなのもありだと思いますし、まだまだ実力がある選手なんでもったいないから他の J1 のチーム行くみたいなんでもいいですけども、本当になんつうんだろう、素晴らしい活躍してくれてたんじゃないかなと思いました。とにかくビッグセーブの数々最高でした。権田選手本当にありがとうございました。まあこのようにね振り返っていくと、今回の試合に出てた日本代表選手たち、正直悪かった選手っていうのはほとんどおらず、いいプレーをしてた選手がほとんどでした。だからこそね、スペイン代表、ドイツ代表を倒してベスト16位まで来ることができたんじゃないかなと思います。だからこそ本当にクロアチア戦負けたっていうのがもう悔しくて悔しくて、個人的には仕方ないっちゃ仕方ないですね。結果が決まったのはね、一応 PK 戦ということで、 PK 戦運派と実力派結構分かれているっちゃ分かれていると思いますけども、個人的に PK 戦はね運も絡まないわけじゃないと思うんですけども、個人的にはね実力派だと思っております。ブルーノとかジョルジーニョみたいなさ、 PK キッカーは相手のねどこ行くか見て決めきることができますし、遠藤選手とかもね相手のこと見切ってねコロコロ PK 決めれてたわけですから、あの人たちがね全部運でやってたのかっていうと絶対そういうわけじゃないですよね。他にもねちょっとブラジル対韓国見た人多分少ないと思うんですけど、ネイマールとかの PK、 あの日本戦の後僕見たんですけど、やっぱ実力なんですよ。めちゃくちゃ技術的だったもん、ネイマールの PK。 だって打つ瞬間俺絶対こっち蹴るなと思いましたけど、逆の方蹴ってましたからね。観客もね相手のゴールキーパーも騙せるような PK は実力があれば蹴ることできると思うんですよ。逆に日本代表の PK をちゃんと弟とも見返したんですけど、やっぱどっち蹴るかすぐ分かりましたし、そしてネイマールのね PK とかブルーノとかジョルジーニョの PK と比べたらなんか入るだろうっていう感じしなかったじゃないですか。でなんで日本代表の選手たちがね PK があんま上手くなかったかっていうのを考えてみたんですけど、まあ、僕の中での結論では経験だったのかなと思います。日本代表に選ばれる選手たちほとんどがさ欧州でプレーしてる選手たちになったわけじゃないですか。だけども PK キッカーを任せられるほどチームの中心かっていうと、まあそうではないんじゃないかなと思います。もちろん遠藤選手はキャプテンですし、冨安選手もねほとんどスタメンには選ばれてますけども、 PK キッカーを任されてるかっていうとそういうわけでもなく、任されてたのはおそらく鎌田選手ぐらいだったんじゃないかなと思います。普段からねクラブで中心人物として PK を蹴ってたら多分ああいう感じにはならなかったと思いますし、もしクラブでね普段から PK キッカーを任されてたとしても、ワールドカップっていう大舞台って自分の国を背負ってね PK を蹴るっていうのはまたまた別問題になっていると思いますので、クラブでのね経験が本当に意味あるのかっていうと微妙な線ではありますけども、クラブでね中心人物として PK キッカーな選手が少なかったっていうのは結構仕方なかった問題の一つだったんじゃないかなと思います。こうやってクロアチアはね前回大会で PK 戦を制して準優勝まで行ってるわけですから、そこの経験値の差が出てしまったのは仕方ないんじゃないかなと思います。だって相手のキーパー2回も止めてたからね。だからその辺を踏まえて4年後のワールドカップを考えていくと、次の日本代表に選ばれるような選手たちはね各々が各クラブで PK を蹴るぐらい中心人物になってってほしいと思いますし、その少しでもねビッグクラブに行ってチャンピオンズリーグだったり、あのリーグの優勝争いだったりみたいな、なんかそういう絶対に勝たなきゃいけない試合みたいなのをいっぱい経験して、その経験を日本代表に帰った際にぶつけてってくれたらいいなと思いました。いやでも本当
PK での負けはまあ仕方なかったのかなと思いますね。とにかく今回の大会で一番良かったことみたいなのについて話していくんですけど、今回の大会で一番良かったのは日本人選手のポテンシャルがめちゃくちゃ高いってことが分かったことっすよね。スペイン代表やドイツ代表に勝つのってまあもちろん運もあったとは思うんですけども、ある程度の実力がないとその運が回ってきても勝てないわけじゃないですか。なんでね、スペイン代表やドイツ代表に勝てるぐらいの実力を持った若くていい選手が日本代表にはいるってことが分かっちゃいましたし、世界にもバレたんじゃないかなと思います。特に三笘、堂安、青田中、板倉ら辺はビッグクラブに行けるようなポテンシャルを発揮してましたし、ビッグクラブに行ってほしいと思いました。他にも富安やね、竹は、まあ富安はビッグクラブ、アーサナルビッグクラブなんでね、レアルソシエダがビッグクラブかっていうとそういうわけでもないですが、まあ上位勢のクラブにはいるわけじゃないですか。そういうね、上位層のクラブにいる竹や富にはリーグ戦の優勝争い、まあ富安はもうすでに絡んではいるんですけども、まあ竹とかはね、リーグで優勝争いに絡み、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグで、まあ素晴らしい活躍をして、まあタイトル獲得みたいなことをしてってほしいなと思いました。そうすればまただいぶ変わってくしね。そして森保監督について話していきますと、ドイツ戦スペイン戦勝ってくれて本当にありがとうございました。ここまでもワールドカップを盛り上げたのはね、もちろん選手たちの活躍も素晴らしかったですが、まあ森保先生のまあ戦術というかまあ奇策みたいなのが良かったからだと思います。正直予選敗退だと俺は思ってましたけども、ドイツ戦スペイン戦ここぞっていうタイミングでね、3バックのファイアフォーメーションを採用してあっという間に得点を取って守りきり逆転勝利をしたのは、マジで森保さんの戦術というか奇策がうまくはまったからだと思います。マジであの勝負のことは一生忘れないですし、あそこで賭けに出れたのは本当にメンタルがすごいというか、まあ森保さんの才能だったんじゃないかなと思います。しかしスペインやドイツに勝ったのは素晴らしいんですけども、まあコスタリカ戦のね絶望的な敗北は忘れませんし、今回のクロアチアの試合もね、勝てない試合だったかというとそういうわけではなかったと思います。もうちょっと振り返っていくと、アジア選手権だったりコパアメリカだったり結構惜しい試合を落としてますし、強豪相手に何もできなかった試合とか結構ありましたよね。なのでなんて言うんだろう、こういうビッグマッチ、スペインとかドイツに勝ったのは素晴らしいとは思うんですけども、安定的にねこういう勝ち切れそうな、まあ今回のクロアチア戦のような勝てそうな相手にしっかり勝ち切れるような戦術、この4年間森保さんを用意してたかできてたかっていうと、そういうわけではなかったんじゃないかなと思います。まあむしろそういうことしてこなかったからね、スペインとドイツには、スペインとドイツはびっくりして勝てなかったみたいなのはあるとは思うんですけども、こういうね戦術を用意してなかったから、えこんなことするキャラじゃないじゃんってびっくりしてね、奇跡的に勝ったみたいなところはあるんで、そういうバチバチな森保先生がね戦術をしてたら勝てなかった世界戦もあったんで、なんとも言えないっちゃ言えないんですけども、日本代表の選手のレベルが他の国のね代表の選手たちと比べてめちゃくちゃ劣ってるみたいなことは感じず、むしろいけんじゃねえかみたいな感じはしたので、まあセルビアやスイス、エクアドルのような戦術があり、組織力、まあいわゆるチーム力みたいなのがあれば今回のクロアチア戦勝てた気がしますし、アジアではね負けることなくアジアカップとかも優勝できたような気がします。まあこんなこと言ってもね、もう森保監督は多分まあ今回の大会で終わると思いますので、まあなんか意味ないっちゃ意味ないですし、クロアチア戦のことをねいくら言っても結果は変わらないわけですから意味はないっちゃないんですけども、次の監督にはね、なんかそういうエクアドルだったりスイスだったりセルビアだったりのねチーム力みたいなのをつけてくれるような監督になってもらいたいですし、基本戦術みたいなのがあった上で、まあ今回のドイツ戦とかスペイン戦にやったような奇策みたいなのねやったらなお強いというか、もう最強になるわけじゃないですか。なのでなんかそういうチーム作りを次の監督には期待したいかなと思います。次の監督に期待したいことみたいなの言いましたけども、奇策を用いて最後までやりきってスペインとドイツに勝った森保さんというのは本当に素晴らしいと思いますし、本当に日本代表をとワールドカップを楽しませてくれたのは森保さんだと思います。本当に森保さん、この4年間いろいろありましたが本当にありがとうございました。他にもベテラン選手の話結構してこなかったんでしていきますと、長友選手ブラボーとかね、髪を赤くしてくれたりとか本当にいろんなことで日本代表を盛り上げてくれたと思います。攻撃陣はねそれまでやってこなかったようなフォーメーションだったので孤立する局面が多く、ちょっとねあぶれることが多かったですが、守備面ではね特に穴になることもなくがっつり活躍し続けてくれたと思います。長友選手本当にまあ多分さすがに次のワールドカップね40歳かな、ちょっと年齢詳しくは忘れちゃったんですけども、まあ多分結構高齢になりますので、まあないとは思いますが、これまでの本当に日本代表を支えてくださって本当にありがとうございました。そして吉田選手、川島選手、まあ一応酒井選手もそうなるのかもしれないですが、ベテランの選手たち本当にありがとうございました。まあ試合に出るだけでなくチームのね雰囲気とかを上げるような役割を皆さんしてくれてたんじゃないかなと思います。だからね本当こういう選手たちがいたからスペイン戦とかドイツ戦とかの奇跡は起きたと思いますし、チームの雰囲気を良くしてくれてたベテランがいないと絶対勝利はなかったと思いますので、本当にリスペクトを持って吉田選手や長友選手、川島選手、酒井選手などのベテラン
テランには感謝しかないのかなと思います。本当にありがとうございました。吉田選手に関してはね、ちょっと配信でね結構過激なことを言ってしまって本当に申し訳なかったと思います。出番が少なかった選手たちはね本当悔しかったと思います。次のワールドカップで出番があるようにクラブに戻ったらバチバチな活躍をして日本代表に次呼ばれた際は僕たちを驚かせてください。以上でほとんどの選手たちについては触れることができたんじゃないかなと思います。次のワールドカップの時の選手たちの年齢の方を見ていきますと、久保建英が25歳、冨安選手28歳、上田綺世選手28歳、リス・ドアン28歳、青田中も28歳、板倉選手29歳、三笘ある29歳、遠藤選手33歳、南井の31歳、森田選手31歳、エイジ川島43歳ということで、今回良かったメンバーがね、結構いい感じの年齢になるということが分かっております。今回活躍した選手たち、若い選手が多かったですが、次の4年後はね、さらに素晴らしい選手になっていることは間違いないと思いますので、誰が監督になるかは分からないですけども、彼ら素晴らしい選手たちをね、優勝に導けるような監督、森保先生がね、そうじゃないって言いたいわけじゃないんですけども、まあそういうのような監督が就任して、最高なワールドカップを我々に見せてくれたらいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、解説がすごく面白く、他の競技にはなるんですけども、ビッグボスがね、かなり野球界隈を盛り上げてたんで、ケースケジャパンとかになったらね、多分めっちゃ盛り上がるんじゃないかなと思いますし、戦術的なこともね、解説で結構詳しく教えてくれてましたので、まあ可能性は低そうですけども、ケースケジャパンが見たいなと思ってるんで、ちょっと日本代表の協会員の皆さん、ケースケを代表に、本田ケースケ選手を日本代表の監督にしてくれたら、視聴率も上がると思いますし、お金も入ってくると思うんでね、やってくれたらいいなと思っております。まあ以上、まあこんな感じで結構長くなってしまいましたが、今回の動画は終わろうかなと思います。とにかく日本代表、最高な試合を見せてくれて楽しかったです。本当にありがとうございました。それではね、一旦ワールドカップ、またね、日本代表以外のことについても触れていくと思いますが、まあその際は動画の方をチェックしてくれると幸いです。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、チャ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